リムリック県の一リムリックソビエトは、1919年4月15日から27日にかけてアイルランドのリムリックに存在したソビエトを自称した機関である。アイルランド独立戦争の開始に伴い、1914年の王国防衛法に基づいて、イギリス軍がリムリックのほぼ全域を含むリムリック県の一部を特別軍事区域に指定したことに対する抗議として、 リムリック商業者、労働者評議会がゼネラルストライキを組織した。その間のリムリックではソビエトによって食料が供給され独自の通貨も発行されていた。評議会メンバー1919 19年1月から続くアイルランド独立戦争はシンフェイン島に支援されたアイルランド共和軍とイギリス軍とのゲリラ合戦となっていた。同年4月6日、 IRA は王立アイルランド警察隊に逮捕され病院でハンガーストライキを行っていたロバート・バーンの奪還を試み、その過程で巡査のマーティン・オブライエンが致命傷を置いたの警官1名も重傷を負った。バーンもまた致命傷を負い同日に死亡した。これに応え同月九日にイギリス軍巡将のグリフィンは十四日月曜日をもって街は 特別軍事区域であると宣言し、街を出入りするには必ずリックの許可が求められることになった。13日日曜日、バーンが代表を務めていたリムリック商業者、労働者評議会がゼネストを宣言した。そしてストライキ中の14日に、ソビエトを名乗る評議会に権限が異常された。この ソビエトという言葉は1917年以来、ロシアソビエト連邦社会主義共和国を連想させる人気のフレーズだった。ソビエトの運営は1913年のダブリン・ゼネストを手本に行われた。このコロリムリック県バウンモアで予定されていた大西洋エアレースはゼネストの影響で中止された。イギリスやアメリカから集まっていたジャーナリストたちは、 このソビエトをニュースに取り上げ、指導者にインタビューも行った。報道では、ソビエトの長であるジョン・クローニーは赤ちゃんソビエトの父親と形容された。シカゴトリビューンのルース・ラッセルは、評議会のカトリック性について言及し、近くの聖マーティン教会の金が作戦を告げ、赤い気象の番人は、皆が自らを高め、祝福していると述べた。リムリックソビエトの発行した通貨ゼネストは軍に、 対するボイコットをもたらした。独自の通貨の発行と、食料を価格の統制、新聞の出版を目的とした特別なストライキ委員会も組織された。企業は委員会の発行した通貨を受け入れたが、それも数ヶ月と続かなかった。リムリックを支持する声はダブリンでこそあったものの、アイルランド屈指の工業地帯であるベルファスト周辺ではほとんど見られず、 とりわけ鉄道院国家連合からの指示は弱かった。リーヤム・ケイヒルは、そのソビエトの私有財産に対する態度は、基本的に実用主義的だった。商店主たちがソビエトの統治に従順である限り、ソビエトには彼らから挑発を行う理由がなかったと主張している。このストライキを革命であると説明するものもあるが、ケイヒルはそれに加えて、このソビエトは、 結局のところ社会主義や組合運動のためというよりも本質的なナショナリズムと人道主義から来る情動的、自発的な抗議の現れであるとした。2週間後、シンフェイント所属のリムリック市長のアルフォンサス・オマラがストライキの中止を呼びかけ、委員会は4月27日にストライキの終了を宣言した。http ロバート・ニールセン2 1ワードプレスドットコム 2012-10-06-1919リメリックソビエトライサート DRO コーナーザストーリーオブザ、the, リメリックソビエトリメリックソビエトコメマーションコミッティサードエディション2003ノスミュンスターアンティックウェリアンジャーナルボリューム34 1992 P94 ケイヒルリアムフォーゴットンレボリューションリメリックソビエト1919 19, ダブリン オブライエンプレス 1990P144K ヒル P148 ありがとうございます。